everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はいどうも、バシヒデです。ってことで今日はですね、バッドグリーディーさんとのコラボレーション Day 3ということでですね、やっていこうと思っております。前回ですね、インスタグラムに入っている音源を自分のね、DAW に入れる方法っていうのを説明してみたんですけども、今日はですね、そのバッドグリーディーさんの音源を実際にね、DAW に入れた状態で、まあ僕がエイブルトンライブ10ね、使いながら、エイブルトンプッシュを使いながらね、曲を実際にサンプリングして、ドラムパターンやベースラインとかね、いろいろ音源を付け足してって、ヒップホップビートを作っていこうかなというふうに思ってますので、ぜひぜひチェックしてってください。よろしくお願いします。ということで行ってみましょう。チェックラー。よし、じゃあ実際に DAW に入った音源をチェックしてみます。OK、 これが一つのパターンで、もうワンパターン聞いてみましょう。これ2回ループしてくれてます。OK、 このね、2つの音源を使って実際に曲をね、作っていこうと思います。バシヒデ、まずはですね、これ BPM を55にします。55、はい、55にします。これなんで55にするのかというと、これは僕がね、いろいろ練習してる時に55にすると、非常にね、組みやすいというか、一番合った、数字が55という速さでした。はい、なので55にします。で、このね、これ曲、このプロジェクト全体の BPM55 にしてるんですけど、このね、元の音源っていうものも、55にしないと変な、ね、ことになってしまうので、ここもね、55にします。はい、こんな感じでね。で、こっちのもう一パターンも55にします。はい、これで55になりました。で、ちょっとこの辺までなので、これ一回聞いてみましょう。はいね、これで合いました。これをね、ここを変えないでやってしまうとどうなるかっていうと、全体のね、 BPM が55に対して元の音源が120だと、ね、こういう風にちょっとなってしまいます。なのでこっちでね、両方ともBPM を合わせてあげるというね、作業が必要になります。はい、そしたらですね、次にやりたいことは、このね、イントロの部分にこっちのね、パターン1、これを、はい、イントロの部分に使おうかなって考えてるんですけども、グリーディーさんがね、まあ僕が使うのに分かりやすいように、ここで終わりだよ、で、こうループしてますよっていうのを示してくれるてる部分、この部分ね。で、この部分をちょっと一回カットしようかと思ってます。はい、で、僕はね、この、部分を4小節の、ワンループとして使おうと思ってますので、このね、分かりやすく示してくれた部分をまず一回カットします。このようにね、レンジ、あ、間違えた、ね、こんな感じで、
この部分、この部分ね、を切るんで、ギリギリのところで切ります。はい。で、エイブルトンはね、とっても便利でね、このサンプルをクロップっていうのを押すと、はい、これで今クロップしてくれました。ね、さっきのね、使わない部分が消去されたっていう形ですね。で、そうすると3小節しかないので、これをまあ4小節に戻します。はい。4小節に、待ってね。戻すと。4小節っていうと終わりがここだね。はい。こんな感じで、これでね、一つのループにしようかなと思ってます。で、さらにね、ね、頭の部分も、ちょっとね、こう、間をね、開けてくれてるんですけど、この間もね、もうちょっと短くしようかなっていうんで、ここ合わせたところで右クリップ、1の1をね、ここに設定ってやると、ここが頭になります。一回聞いてみましょう。っていう具合でね、今切れたと思うんですけども、これをイントロにね、使っていこうかなと思ってます。はい、ね、そしたらね、イントロ部分を作っていこうかなと思ってるんですけども、イントロ部分のね、さっきカットした部分のところが、まあ中途半端に終わってるので、ここをね、ちょっと工夫していこうっていうことでやっていきます。まずね、元々のこのね、トラックを複製します。複製。はい、複製しました。で、複製したらね、僕の場合は色変えちゃいます。ね、色を変えて分かりやすく。で、これは使わないので、一回削除。で、元のね、音源。これも今は使わないので、一回下の段に下げておきます。はい。で、このトラックのね、この音。はい、この音源を使っていくんですけども、これにね、ディレイを入れていきます。ディレイをね。はい、ディレイを入れました。で、今この状態だと、はい、もうディレイが効きすぎちゃってね、もうなんだかもう、ね、美しいメロディーは奏でてない状態になっちゃうので、これをね、エンベローブを使って調整していきます。エンベローブ。まずはね、このデバイスのオンからやっていこうかな。このね、一番後ろのこのね、部分、このあたりですね、をちょっとね、ディレイをかけます。もうね、今の感じでもね、だいぶいいかなとは思うんですけども、まあ、ね、いろいろ、今、このディレイの部分ですね。いろいろとね、操作できるんで、このシンクっていうところもね、今同じ数字になってますけども、まあ、右と左にね、変えたりね、することもできますし、で、今、このレピッチっていうのを、僕はピンポンディレイが好きなので、結構ピンポンディレイに、変えたりもするんですけども、こういう変え入れたり、あとドライウェットって言って、まあこれはかかり具合ですね。ウェットだともうガッツリだし、ドライだとまあ、ね、ゼロだと全くかかってないよっていう意味ですね。まあ大体まあ僕は結構強めにかけたいので60%ぐらいとかにしてますね。あとフィードバックっていうのもあったりね。フィードバックはね、入力にフィードされる各チャンネルの出力量をね、表してます。とかね、こういう細かい設定もできるので、ね、こういった細かい設定をしてもいいと思います。はい、これさっきとね、違うのはね、ここの今シンクってところをね、ちょっといじくったので、ちょっと響きがね、
変わってますね。はい、はい、それではね、今設定したディレイでだいたいこんな感じのね入りになりますっていうのをやって終わりにしましょう。それではスタート。はい、というわけでね、今ねイントロの部分だけを今作ってみました。まだねこれ本決まりの状態ではないんですけども、大体のイメージでまあイントロの部分ね、最後はディレイでパン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 とね反響しているところからバンと次のね、バースにね入っていこうかなというふうに思います。で今日はねちょっとまだプッシュ2使ってなかったんですけども、次回本当にねプッシュを使ってこのイントロ後っていう部分をね、攻めていこうと思いますんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた4日目に会いましょう。それではね、バイバイ、ピースアウト。